女神隆子、女神隆、中野の区長選に5月の選挙に行けるという、さらにその次の東京都知事選挙にも出たい、彼は学生選挙にも出たい、さまざまな夢なり希望なりを持っています。で政治家志望、つまり彼は非常に気候というのはおかしなことをする人物であるが、言ってることは探しもおかしいプレゼンではない。世間から見ると法律候補、基人偏義の部類です。じゃあ改めて私が聞きます。何のために中野の区長選挙に出るのか、これまでの一つ、そして都知事選挙、それで3分ほどで全部話をします。インタビューしましょう。昭和48年、東京に入ったときは、まだ中野区は自治体じゃなくて、党の出先だったんで、区長は都知事が任命制だったんですね。だから私は、東京の職員で入って、末端の中野区に派遣されて、そこから都知事にと思ったんですけど、昭和50年、私が入ってから2年目に、区長公選制になったんですね。はい、で中野の場合は、青山さんだから。はい、中野の場合は唯一の革新の区政でですね、いまだにね、前々回の時は自民党の幹事長の3位でね、今の田中大輔が1位で、共産党支持者も2位と、でしかもアメリカ、オーストラリアなんかでは7割、小さな村でも町でも7割、8割のところが教育委員の準構成をやってるのに、日本は教育委員の公選制がずっと行われなくて、ということで、何回中野の区長選挙に立候補しましたかという質問なんです。はい、中野区長に立候補したのは1回だけです。1回だけ。あとは妨害されて立候補できませんでした。何票ぐらい取りました？350ですけど、5000は固いと言われたのが、うん、テレビ新聞で今日区長候補が交通事故を起こしてパトカーに追われて逃げ場をなくして、うん、役所に突っ込んだというのを報道されたんで、うん、それで私を支持してた区議会議員たちも、うん、女神さんの名前知ってる人はもう二度と誰も投票しませんよということで、次の年の区議会選挙はトップ当選すると言われてたんですけど、わずか最下位の80票でした。残念ながらね、だっていや、それはマスコミと、いや、当選した、そんだけ私がやろうとしてたのは革命だから、今の警察なりそれを支えてるマスコミだとか、そういう人たちにとっては危機なんですよ。だから警察とマスコミがデマ情報を流してね。ということで、彼の言ってることは理解するのにやや理解しがたいところはあるけれども、私は彼と長い間付き合いがあるから、基礎展開、それから本当に分裂症じゃないかと思われるぐらいのことを言います。で、彼は中野の職員でありながら精神病院の学長、刑務所の学長ということで、自ら精神病院患者、つまり東大闘争の時にも関わってるんですね。これは面白いし、これだけでももう一貫のストーリーがあるんだけど、そういうところで中野の区長選、それから都知事選挙で都知事に出るという話は、じゃあ行きましょう。これはちょっと